ひなチャンネル。今日はダークギャザリング6話反応会ね。感想会の動画は出してるから早速行きましょうかね。それではみんなの反応どうぞ。心中してくれる？へ、バイルだ。エイコさんが言うとシャレにならないんだよな。ただの撮影かよ。はい、始まりました。おや、始まり方が。そうだ、今日はゆるくないゆるキャンだ。バズるバズるじゃないんだよ。はしゃぎ方がおかしいだろ。なんで霊を引き寄せるやつが川になんて来てるんだよアホ。なんでわざわざキャンプとか行くんだよお前は。今日オープニングカットか。キャンプ川で即水難事故。ゆるキャン堤防日誌難民救済。しかしでかい。エイコなんか胸でかくなってない？だいたいいつもやよいちゃんのため。大丈夫？そのキャンプ場推奨庫とか行ったりしない？あんなことあったのに突然のキャンプ。男子とお泊まり。ひでゆ、 DJ チキン野郎。 DJ チキン野郎論破できない。童貞でもいいじゃない。とんでもない言葉が聞こえた。弥生ちゃんは今日も可愛いな。釣れないな。釣ったら食べる堤防部。釣れませんが。弥生ちゃん言葉の選ぶセンス良すぎ。襲われたら襲われたでありなんじゃないの？エイコ、釣りを甘く見るな。その繊維みたいなの気持ち悪いからやめて。お化け集めの想像上裸。どういう状況かと思ったけど悪夢か。大人としては止めるべき。 CV 笹原優が釣りをするアニメ。そう簡単には答えは出ない。命の散らせ方。霊感ある人が川沿い行っちゃまずいのでは。命の散らせ方は私の意思で私が決める。この弥生ちゃんの横顔好きだ。カエルが釣れるのか。ある意味すごくね。すごい夫婦感。やっぱ肉よ。解放されたい感じ。学問は道を解き明かす。勉強と学問の違い。勉強と学問。さすがに唐突すぎない？オカルト学問。月の中に星が描かれてなかった。学問の進めって道なのか。でもその呪いわざと受けた可能性が。あなたを学問したい意味深。これもう告白じゃね。あなたを学問したよ。解剖したいってことかな。ときめき分類学じゃん。何が始まるんです？えっ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 、ちょっとついにその時が。じゃあ心拍数でも測ってみますか。いい雰囲気じゃん。うおう思うよう思いだろ。告白に告白で返した。額面通りに見えないのが怖いところ。靴の中ぐちょぐちょになってそう。でもその人洗うと口の中黒くなりますよ。エンドレス飛び降り。あなた疲れてるのよ。幻覚。強いバンジーの思い出が液量に出たのかな。せっかく良い雰囲気だったのに雲行きが。ラブコメ終わるの早すぎた。夢見る女子来たー。橋行かなきゃ使命感。いけませんいけません。これは憑依ね。疲れちゃったか。使命感。飛び降りを強制する霊。操られている。まあ案内してもらうしかないね。現実にもいそうな霊。見つけ次第やる。今回も捕まえるスタイル。殴るだけ。作成中。マジで弥生が頼もしすぎる。弥生ちゃんまた悪霊いじめてる。弥生ちゃんを殴る。ポケモンボールじゃん。清めの塩最強。殴るだけ。他にもいるんだろ。違うやつ多すぎる。こいつは単体じゃない。名所的なあれじゃないすか。たくさんいますね。集合霊複数か。本命だったか。結局おとりだったのか。もう死んだだろ。まあオカルトを引き寄せる体質だから狙いもこっちに絞ったんだな。アイキャッチ。盛り上がってまいりました。さすがに命綱つけてた。フルハーネスみたいな結び方してるな。あとは回収するだけ。選べ。3秒ルールイ。弥生怖えな。霊にとってう。廃神社に落ちてたう。そこにおるんかよ。大事なのはなんじゃ。悪いものはすでに仲間入りしてた。想定済みだったか。数はやっぱり脅威よな。人間と同じ。1対1なら牙の強い方が勝つ。集団リンチは危険。悪霊でも数の暴力には弱い。数の暴力には仲間同士で同士打ちさせるのが大切。いっぱいおるか？追ってきやがった。一体他でも牙の鋭い方が勝つんじゃないんです？どこ行くの？何かおるぞ。落とすだけの能力じゃないんだ。川に落とすって考えたらそや川にいるか。こっちの方が安全だよ。エイコさんいつもと顔変わらなくない？川で溺れ死ぬ系太のモノマネ。膝くらいの高さの水でも人は溺れて死ぬ。エイコは怖いし系太郎はかわいそうだし。いや、くちくちしてるエメンちょっと面白いな。飲酒除霊よ。弥生ちゃんアフターフォローがすごい。口に含んで吐き出せるからまだ20歳未満でしょうからね。霊のエキスパートちゃんやね。やっぱり頼りになるのは塩とおみきだ。たくましいなう。ジョウスケがアクアネックレス捕まえた時みたいやな。弥生ちゃんさすがすぎる。表情が違うのが細かいな。弥生ちゃんの作戦すげえ。弥生ちゃんほんと頭回るな。これもうモンスターボールだろ。あっちも本気だ。たくさんお米準備しといてよかった。人型というか手足があれば閉じ込められるのかな。なるほど、このよりしろは即席なのか。獲物を前にしたなめずり。狩られる側だったってこと。まだ6人おる。お気に入りが食って回復。
数の上では優勢になった戦いは数だよ兄貴。圧倒的な子がいる。やべえ、タクティカルコンバットだう。ロボトミー手術かな。また霊いじめてる。テロップ一瞬出たけど読めなかったう。全力で相談してこい。霊に選ばせる。やっぱりポケモンじゃないかアキレ。集合霊ゲットだぜ。このジェイス手際が良すぎる。集合霊ゲットだぜ。ゲットだぜじゃないんだよ。ポケモンゲットだぜ。闇のポケモンマスター。ポケモンをやっているという自覚はあるんだ。嘘つきは許さない。幽霊さんの方がかわいそう。うちはもめ誘発見せしめ。お前に地獄を見せてやる。霊のエキスパートちゃんすぎる。やよいちゃん霊のスペシャリストすぎる。覚えてない方がいいよ。おぞましい花火や。きっちり1話でまとめたか。そもそも気分転換に行った先がキャンプなのがあれ。また久保さんになってる。英子、そもそもこのキャンプって本当にねぎらうためだったのだろうか。わー、告白きたー。やっぱりアニメはラブコメですよね。こんなにあっさりと付き合うの。ゲットだぜ。落ち捕まえた。いや怖い怖い怖い。いい感じだけどストーカーヒロインなんだよな。ギャザリングしてるな。ゲットだぜ。落ちかぶせてくるのいいね。言い回しがシャレにならないんだよな。早くもカップル誕生。ダクヤザ筋はつかめてきたな。あ、この流れはまずは力をつけないとね。恋の力は偉大だ。クリーンな状況で社会復帰。ここがターニングポイント。計画通りにあり、守りたいものができたんだ。英子怖いよ。縛りつけるとか言ってるけど、英子の計画的犯行。ようやく彼を私に縛りつけられた。やっぱりやべえ女だわ。独占欲超え。英子の野望達成じゃん。恐怖は近くにありますが。あ、やっぱ綺麗なラブコメじゃなかった。やっぱやべえ女すぎるわ。ケイ君捕まえたみちゃー。英子の手のひらの上。もうダメだう。捕まってしまったか。こいつが一番怖いやん。乗っ取られてても乗っ取られてなくても変わらないじゃん。やっとやよいちゃんと英子が怖い。ヤンデレ特有のポーズ。完全に英子は特急か呪音霊だろ。これでいて愛は本物っぽいのがまたね。英子絶対ラストヤバいだろなーってのは誰もが想像できてしまうやつ。もうずっと霊より女の方が怖くなっちゃってる。みんなの反応はここまでです。やっぱり英子のヤバさのコメントがすごいよな。この女ヤバすぎでしょ。自分のために全てを計画してたのよね。さすが、あんなすごい自作 PC 作るほどだね。だからこそ、作者もこんなイラストをあげるわけよ。本当に良い表現よね。コメディ感あるけど今回のエピソードにぴったりよ。捕まっている感じがすごい出ているよね。さすが作者だよな。さてさて、次週からようやく本編序章に入りますので、少しずつ怖くなってきます。今まで怖いのはエイコぐらいだったもんね。ホラー感が増すことにはウェルカムよ。そんなわけで、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。